十公共十公共は、福島県福島市にあるすり上川に架か,かる橋である。市内、飯坂地区の飯坂温泉の温泉街にあり、福島交通飯坂線、飯坂温泉駅のすぐ隣に位置しており、温泉街を代表するランドマークとなっている。東岸は飯坂町、西岸は飯坂町ゆので、かつては群境をまたいでいた。地域の交通の要衝であり、現在では、 福島県道3号福島飯坂線が通り、この橋の東詰めで国道399号と交わり終点となる。現在用いられている橋は1915年9月に竣工したもの。全長51.7メートルの鋼上路にヒンジブレーストリブアーチ橋で現存する大正期の高アーチ橋で最も古いものの一つである。歴史的土木構造物として、 2004年の土木、学会戦勝土木遺産に認定される。当地に架けられた橋の歴史は、平安時代に遡り、橋の両岸を十条の藤の綱で結び、板を渡してその上を歩行していたので、十公共と言っていたと言われている。道の区の十公の橋に来る、網のつも人に言い渡るかな、と、藤原近隆に読まれ、潜在和歌集に収録されるなど最後でも、 歌枕と知られ、あずま鏡にもその様子が記されている。1189年、源、義経を追って、源の頼朝の軍勢が、欧州征伐のために北上しこの地に攻め入った際、大鳥城防衛、関名坂の戦いに挑むために、城主の佐藤元春により橋が切り落とされたとされる。以後この地に加強されることはなく、重公の私という私船によって往来が、 行われてきた。松尾芭蕉が飯坂温泉に立ち寄った際も使われたとされる。明治に入り、地元の盲目の安ん市である、伊達はじめにより家境の陳情と彼自身の貯金50両の寄付が行われた。また、歌詞業承認の熊坂総兵衛の協力もあり、1873年12月、木星極限トラス橋が県によりかけられ、すりかみ橋と名付けられた。 部材には、佐藤元春の菩提寺として、有名な洋寺の杉が用いられたと言われている。全長は63メートルで、当時の国内の橋梁の中では、最大級の島町であった。しかしわずか10ヶ月後の1874年9月、悪天候により橋が崩落した。その後建てと熊坂により橋の再建が陳情され、また崩落の原因は設計ミスをした件にあるとの、 立岩一郎区長の主張もあり、当時の安場保和県令は、公費8700円の拠出を決定し、1875年に架けられた皇居山里の吊り橋を模して建造された、全長69メートルの吊り橋で、10畳の鉄線ケーブルにより橋桁を吊っていた。男柱には、先代のすりみ橋同様に、伊王寺の杉の神木が用いられた。 しかしその後橋の傾斜や部材の損傷がたびたび発生し、明治16年と24年に大規模修繕が行われたが改善しなかった。このことを憂いた、伊達はじめは責任を自ら取り、橋の高級を願い人柱として受水自殺した。その後1968年に彼の検証費が上流の新獣後橋下元に建立された。 1910年8月、洪水により、脱橋し、その後重公共は、掛け替えられるまで、木製の仮橋によって運用される。1914年4月に指定外工事として3代目となる、現在の厚生アーチ橋が着工、翌年9月に完成する。工費35,685円。1936年に、橋上の舗装工事が行われた。 1944年に発生した飯坂大火も耐え抜き、1950年に全面的な塗装が行われた。1967年にはアーチ部材に後半が溶接され、I 型断面から箱型断面に改造される大規模補強工事が施された。その後も商売の打ち替え、降乱、照明の追加が随時行われ、1979年に、 アーチ部分が今日見られる薄いグリーンに塗装された。2008年に拡幅工事が行われ、それまで欄間に設置されていたかつての吊り橋のワイヤーをモチーフにした街灯が撤去され、降欄に組み込まれた照明が設置された。拡幅後、2009年春から欄間とアーチ部の夜間のライトアップを実施している。これは、福島県の警官アドバイザーを務める内原里氏の 指導によるもの。飯坂温泉、重公共ライトアップの点灯式の実施、福島県道路整備課、協梁の話。ありがとうございます。